コミュニケーション、対人関係ということは非常に重要で、現在のティーンエイジャーの皆さんも、まあ、高校生活の中でも、学校の中で友人とかね、部活なんかでのコミュニケーションあると思うんですけども、当然、社会人になってからも、コミュニケーション重要な分野ですけど、さらに、国際標準化ということが進んでいきますと、まあ、現在でもそうですけども、特に、未来においては、英語でのね、コミュニケーションということが、重要になってきます。そして、もし皆さんが、まあ、医療提供者、医師なんかになるときには、患者さん、家族を相手にして、また、あるいは医療関係者と共に、英語でのメディカルコミュニケーションというのをしなきゃいけない時代に入ってくるので、非常に、今からですね、ティーンエイジャーの皆さんには、その辺のところを十分理解して学んでいってほしいと思うんですけども、その分野での本当に素晴らしい教育者である、竹脇おしみ先生、が今日の、出演者です。では、じゃあ、高は現在、国際医療福祉大学で、教鞭を取っておられまして、特に日本人だけじゃなくて、アジアの外国人の学生さんたちに対して、まあ、英語でですね、教育を熱心にされてるんですけども、私が教育関係のことでお願いすると、まあ、本当に素晴らしい教育をしてくださるんですけども、今言った、メディカル・イングリッシュ・コミュニケーションに関してですね。で、これはその一場面で、本当に学生さんたちと、本当、フェイス・トゥ・フェイスっていうような感じでも、話してくださいます。高はですね、これ見てもらうと分かるんですけども、まあ、非常に、ちょっと素敵な格好をいつもされていて、私も真似しなきゃいけないなと思って、私はいつもこんなアロハシャツなんですけども、こんな感じで話をしてくれてます。そうですね、インタラクティブな教育が非常に得意で、学生さんたちとこんなことでいつもやってくださってるんですけども、そうですね、最後、学生さんとこう終わるとこんな感じで、集合写真なんか撮ってます。現在、国際医療福祉大学にいらっしゃって、ここはいらっしゃるのは、赤津春子先生ですね。スタンフォードから帰ってらっしゃって、彼女のところと一緒に、学生さんの教育をされていて、今後本当に、今でもね、全国に向かっていろいろ教育してくださってるんですけども、ぜひ彼の教育を、ね、受けるような、場があるといいなと思うんですけども、では、これから高に、ご自身でスライドを進めながら、お話しいただきたいと思います。はい。では、初めまして。今日はですね、町先生にお招きいただきまして、まあ、未来、まあ、お医者さんに、ね、なることを考えている、まあ、若い方に、まあ、簡単な、ね、送る言葉を、ね、考えてきましたので、少しお話しさせていただきます。で、今日のね、まあ、テイクホームメッセージって英語で言うんですけどね、お家に持って帰っていただきたいメッセージ。まあ、今日はね、こういうことです。ね。Fake it. Until you make it. 何のことかってね、わからないと思うんです そうですね。僕も実はこれ見たときに、フェイク、なんかトランプ大統領のフェイクニュースで、なんか悪い言葉かなと思って、ちょっと見たら、あ、なかなか、あ、そっかっていうのは分かりました。い。ではこれはね、また後で少しお 話しさせていただきます。で、まあ、私今ですね、主に軸足2つ置いています。軸足2つって言っても、ほとんどがこの左側の医学英語教育ってやつですね。で、まあ、今うちの大学、この後少し説明しますけれども、国際医療福祉大学医学部っていうところは、まあ、英語で医学を教える大学っていうところで、まあ、そこでの英語の教育の責任者をやっていて、あとはもう広くですね、うちの大学の学生さん以外にも、いろんな形で医学英語の教育をお手伝いさせていただいているっていうのと、あとはもう一つ、この医療通訳ってやつですね。これも少し後でお話しますけれども、まあ、日本にね、住んでいる外国人の方、まあ、英語を話す人って実はそれほど多くないんですよね。中国語ですとか、スペイン語ですとか、ポルトガル語ってのが多いので、そういった人たち、医療者がコミュニケーションを取るときに、やっぱり専門の通訳ができる人がいないと困るんですね。で、町先生、アメリカでハワイなんかでお勤めだと、もう常に通訳って使われますよね。
結構使いますね。ハワイも多民族国家ですし、多民族の州ですし、私は日本語喋るってことでよくね、そこらをうろうろしてると通訳してって呼ばれたりするんですけど、そうじゃなくて、ちゃんと一応、そういう通訳すぐにアクセスできるような、まあ、病院である程度ね、人を抱えてますけども、できるようなところを、人たちを使って、そういう言葉が必要な時には、そういうシステムが出来上がってますね。で、まあ、今ね、その日本でもようやくですね、医療通訳の認定制度っていうのが今年始まりまして、で、まあ、それの、まあ、認定制度の、まあ、設立ですとか、あとはその、まあ、いろんなトレーニングですね、それに関わっています。で、私、北海道の札幌市出身で、高校まではずっと札幌にいました。で、普通の、まあ、帰国子女でも何でもない普通の高校生で、まあ、英語が好きな高校生だったんですけども、最初はですね、このなんか国際的な仕事したいなと思って、どんな仕事があるだろうと思って、国際関係学っていうのがあってですね、当時も国際関係学部ってのがあったのが、筑波大学ですとか、まあ、あとは早いのは、まあ、上智大学ですとか、そういったところがあったんですね。で、この大学がちょうど国際関係学部ができて、私が入った時がちょうど4年目で、ちょうど1期生から4期生が、4回生って言いますね、関西は。関西は1年生のこと、1回生、2年そ生うのですね。こと、1回生って言いますけれども、医学部、それは大学はどこの大学なんですか？これ先生どこだと思います？そうか、ちょっとこれ見て、どこかなと思って、まだ今考えて分かんなかったですけど。この裏の山がですね、ちょうど龍安寺ですとか、金閣寺ですとか、京都ですか？京都なんですよ。で、これ京都の衣笠、立命館っていう大 学で、ああ、立命館ね。立命館大学、これ、今はね、だいぶ建物変わって、私がいた時とは、様子がだいぶ違って、かなりおしゃれになって、立命館大学も、私たちは立命って呼んでたんですけど、今はもう、立っていう、かっこいい呼び方で、なるほど。はい。で、立体関係学部も、私が入った時よりも、全然偏差値も高くなってですね、だいぶ進んで、そこでもう最初に、まあ、国際関係学っていうのを、勉強していて、私は当時ですね、クリントン大統領、ビル・クリントンさんですね、クリントンさんが医療保険改革、ビル・クリントンさんの奥さんのヒラリー・クリントンさんが医療保険改革をしようって言って、日本にも来られたいや、時そうですね、来ましたね。で、ちょうどその時にアメリカの医療保険っていうのを、まあ、テーマに、ゼミでいろいろやっていたんですけれども、3年生になった時に、1年生、2年生の間はもうとにかく見聞を広げようと思って、本を読んだり、映画を見たりっていう、そういう生活をしていたんですね。で、3年生になってから身の振りを考えて、まあ、仕事を考えようと思ったときに、そこでですね、エリック・シーガルっていう人のですね、書いた、ドクターズっていう本を読んでですね、それはハーバード大学に入学する、若い医学生たちの群像劇を描いた、まあ、恋愛小説だったんですけど、そうですか。ラブストーリーズって先生、ある愛の歌ってですよね。ありますで、ね。あれと同じ作者の人が書いたやつで、あれを読んでですね、解剖の勉強ですごくひいひい言ってる医学生とか、生化の勉強ひいひい言ってる医学生とかを見て、ああ、なんか面白そうって私思ったんですね。で やっぱり当時、やっぱり人文系の大学ってどうしても今はそうは思わないんですけど、これってなんか本読んでれば自分で勉強できるじゃんとか、いや、そうじゃなくて、なんか本当に若いうちにしかできない勉強やってみたいなと思って、医学の道に行こうっていうふうに思ったんですね。でも、もともとがやっぱり、なんていうんですかね、あんまりこの、まあ、高校は理系だったんですけれども、理系というよりはその人文系の頭で、まあ臨床10年ぐらいやったとしても、きっとなんか大学、人文系の大学に戻って大学の先生やってんじゃないかなって当時から思ったんですけども、それで次に行ったのがこの、まあ、出身地ですね、北海道に戻って、当時、まあ、二次試験、そのまま私卒業してすぐに医学部に入ったんですけれども、そしたら前期で、まあ、たまたま旭川医科大学です、合格したので、そのまま入って、もう学生時代はもう本当に今度は立命館大学時代の学生時代と打って変わっても仕事ですね。ひたすら。そうですね、英語の先生をずっとやって、あと
看護学校の、かん、あの、なんですか、看護の国家試験の予備校の先生をしてました、うん。あ、仕事っていうのはそういう仕事をされてたってことですね。だから、もうずっと教える仕事を、あの、大学6年間、医学部の6年間やっていて、当時まだその USMLE だとか、その海外臨床留学とかっていう情報が全然、旭川医大って特にもなくて、うん、あまり自分の中でその海外で臨床しようっていうか、あんまり考えなかったんですね。で、その中でまあ一番、まあ、留学をさせてもらえる医局っていうところで、第三内科っていうところに入って、まあ、そこは消化器内科のところで、まあ、一歩違って、あの、いわゆる初期臨床研修っていうのがなくてですね、まあ、みんな必ずすぐにどっかの医局に入るっていう時代だったので、うん、まあ一番幅の広い、まあ、内科で、消化器内科は学生時代にあの試験科目を担当していたこともあったので、うん、いいだろうっていうふうに思って入ったんです。なるほど。でもそこでやっぱり自分の中である英語への情熱っていうのがこう冷めきらなくてですね、うん、やっぱりなんかこう内視鏡の技術が上達するとかっていうよりは全然やっぱり英語をもっと勉強したいっていう気持ちがどん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 強くて、で、それで、うん、あの、医学英語で食べていきますって言って医局を辞めたんですね。そうなんですか。もうでも、医学英語で食べてって言ったけども、どうやって、もうどんな仕事があるかもわからない、うん。本当にユニークな先生、あれですよね、仕事ですよね、今ね。あの、うん、僕が知った時から、一体過去はどういうことしてきてるのかなって僕は思って、今日初めていろいろ伺ってるんですけど、はい。で、まあ、とにかく、まあ、自分の持ってる英語の力を使って翻訳とか通訳とかいろんなことをしたんですね、うん、やっていて、で、その中で、海外のいろんな病院にとにかく行ってみて、で、自分でどういうことができるかなっていうのを考えて、で、そこでアメリカで臨床するとかっていうことも、その時初めて USMLE とかっていうのも考えたんですけれども、うん、自分としてはそのアメリカの患者さんを見たときに、多分先生もすごく日常を感じてらっしゃるんだと思うんですけど、非常にその社会経済的な背景があって、で、なんていうんですか、もう本当に格差が大きい社会じゃないですか。うん、で、こういう中で自分が、例えばいい治療方針を出したとして、その人のことってどこまで救えるのかなっていうふうに考えていったときに、すごく、まあ、限界も感じたところがあって、で、自分はその当時から少し、あ、自分がすごく向いてるのって、カウンセリングだとか、教育とか、そういうところが向いてるなっていうのを自分思ってて、うん、内科の道を選んだけれども、内科じゃないなとか思っていて、で、そこで、出会ったのがですね、この医療通訳ってやつだったんですね。うん、で、当然、医療通訳をしてる人ってのは、医療のバックグラウンドがもともとあった人ではなくて、で、様々、まあ、移民できた人で、例えばアメリカだったらメキシコとか、中南米から来られた2世、3世の人たちで、お家でスペイン語話してる。で、外ではもう全部英語で話してるっていう人たちが通訳をしているっていうことが多かったんですね。で、その医療通訳のトレーニングを受けたり、医療通訳のトレーナーのトレーニングを受けたりとかしてるとき、自分、これはすごく他の人よりも上手にできるなっていうふうに思ったんですね。で、それで日本に戻って、で、こう、じゃあ日本の現状を見てみると、医療通訳って全然日本でまだ、今よりもまださらに普及していない時代。そうですね、なかったですよね。なんですよ。で、それで医療通訳の、講習会とかをいろんなところで始めていったら、ちょうど、まあ、医療通訳をやっているお医者さん、変わったお医者さんみたいな感じで結構注目されるようになって、で、その当時、東京医科大学で医学英語の、まあ、日本の医学英語教育の父と呼ばれているバロン先生っていう先生がいらっしゃって、で、この先生に非常に可愛がっていただいて、論文の書き方ですとか、お医者さんの論文の投稿をどうサポートするとかっていう、そういう、今まで自分がやってきた医学英語とかと違う側面の医学英語をたくさん教えていただいて、で、それで、あ、じゃあもう医療通訳とか、本当に、まあ、勉強しないといけないなと思って、で、オーストラリアの大学院の方に行って、通訳翻訳をまず一から学んだんですね。あ、そうなんですか。で、アメリカよりも実は、コミュニティ通訳って言って、医療通訳とか司法通訳を含めたコミュニティの通訳って世界で一番発達してるのは実はオーストラリア。へ、
オーストラリアって本当にアメリカでは英語を話せない人、まあ、英語にある程度不自由する人が来た場合には、その病院で連邦のお金が1ドルでもついていたら必ず多言語のサービス、まあ、提供しないといけないっていう、それがクリントン大統領の頃にできたんですけれども、オーストラリアはもう初めから移民国家なので、うん、全部、例えば、向こうに行って、例えばですね、運転免許証を日本語から英語に翻訳しないといけないっていうふうになってた時には、国家試験を合格した翻訳者の翻訳じゃないと書類として受け取ってもらえなかったりするんですね。うん、でも、例えば、病院とか裁判所に行っても電話の通訳とか、まあ、そういう対面の通訳全部無料ですから、まあ、そういう意味では非常に、医療通訳とか、司法通訳、コミュニティ通訳が普及しているところなんです。で、そこで、一から通訳翻訳を勉強して、あ、なるほどと思って。で、このまま自分は医療通訳者の、研究者とか教育者になって、オーストラリアで残っていくのかなというふうに思ったときに、ちょうどバロン先生からですね、日本から連絡があって、今度日本大学医学部っていうところで、6年一貫の医学英語教育をやる、カリキュラムを変えるみたいだから、うん、お前帰ってきて、そこで教員をやる。ああ、なるほど。自分はもう医学生のこと、日本の医学生のことよく知ってましたから、英語はできない。まず英語できる。英語できる人しか教えたことがそれまでなかったし、うんうん、ほとんどセミプロの人とか、プロの人とかとしか仕事してなかったし。ああ、なるほど、なるほど。あと、まず、医学生って全然、学生時代は全然勉強しないし、なんでそんな子たちに私が教えなきゃいけないのっていうふうに思って、でも、アロン先生にどうしてもどうしてもって言われて、まあ、日本に戻ってきたんですね。で、それが、まあ、きっかけになって、で、教え始めるともう学生さんがもう、要は、可愛くてしょうがなくなっちゃって、もう、この医学教育、医学英語教育とどっぷりハマって、でなるほど。ずっと24時間もまた学生のとこそうですね。これは2012年から先生にも前にも話したことありますけれども、スタンフォード大学にあるビアっていうですね、NPO があって、でそこがもうずっとやっている日本の医学生とか、中国台湾の医学生たちを、まあ、アメリカのこのスタンフォードのまあ、サンフランシスコのベイエリアに2週間、3週間滞在して、まあ、いろんなことを体験するっていうプログラムがあるんですね。で私これすごい、僕も時たま案内なんか見せてもらいましたけど、これ素晴らしいですよね。行った人は本当に、えらい収穫じゃないかと思って、いつも見てて、私も行きたいなと思ったことありますけど。これはね、これ2012年からずっとお手伝いさせていただいて。学生、参加した学生さんたちにしてみると、本当に人生で一番楽しい時間だったとか、うん、本当に人生を変えるきっかけになったとか、おっしゃる、うん、まあ言ってくれるんですよね。で、まあ、本当に、これはスタンフォード大学の寮の前ですけども、その寮みんなで2週間、3週間、まあ、ルームメイトを作って滞在をして、でここを拠点にして、まあ、スタンフォード大学の病院だったり、UCSF ですね、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の病院に行ったり、うん、日本ではなかなか聞くことのできない、例えば LGBTQ プラス の, ゲイクリニックで働いてらっしゃる看護師さんとか、あ、それちょっと今分かんない人いると思うんで、ちょっと、はい、そうですね、LGBT、まあ、日本でもね、最近 LGBT、そうですね、使ってますね、はい、でもアメリカだったら先生のところ多分 LGBTQ プラスまで行っちゃったりしますよ、ね。LGB っていうのはいわゆるセクシャルオリエンテーションっていわゆるセクシャリティですよね。自分の性的指向ってやつ。レズビアン、ゲイ、バイセクシャルのことで。T っていうのはトランスジェンダー。これはジェンダーって呼ばれるやつですね。ジェンダーアイデンティティ。自分の性をどう思う、うん、で、クイアっていうのがなかなか日本ではまだ普及してないんです。あ、そうですね、うん。昔は変態とかっていうそういう意味だったんですけど、今はクエスチョン、まあ、わからないっていう意味ですよね。だから自分は自分の性のことをまだ保留したいっていう人たちは、いいやって言うし、で、それ以外の人たちですよね。例えば、エイセクシャルって言って、まあ、自分は男性とか女性とか性的関係にあまり興味ないよとか、あとは自分は、例えば、トランスジェンダーで、フィーメイルトゥーメイル、女性で生まれたんだけども男性だっていうふうに自分のことを性自認していて、なおかつ自分はゲイです。
なんか元に戻ってんじゃないのって思うけど、でも、いやそうじゃなくて、やっぱり、こういう細かい、なんていうんですかね、性的多様性があるんですよね。やっぱりそういう性的多様性って日本ではあるんですけれども、やっぱり社会的にまだまだ、なんていうんですかね、こう、理解されてない傾向がまだ。そうですね。まあ、そういう、まあ、お話をしたり、あとは、日本ではやっぱりまだ、その、ドナーの数がすごい少ないんですけれども、やっぱりアメリカって例えば、腎臓ですとか、心肺移植ですとか、その移植っていうのはすごく多いですよね。そういう移植にまつわるレシピエント、受けた人とドナーの家族の人、あとは移植をされている外科の先生たちを、まあ、一堂に会してみんなでパネルディスカッションをしていただいたりとか。ああ、なるほど。あとはその、まあ、日本に比べてやっぱり社会経済格差が非常にサンフランシスコとかって大きいですから、やっぱり実際に、ホームレスの方たちを、サポートしているボランティアの団体のところに行って、で、そこで実際にボランティア活動をしてみたりですとか、あとはそのスタンフォード大学ってそのいわゆる、なんていうんですかね、イノベーティブな、そういう教育っていうのをすごくやっていて、いわゆるデザインシンキングってやつですね。どういうことかっていうと、まあ、理屈で考えるっていうよりも、まずは現場に行って、その何が問題になってるかっていう、その問題を具体的に把握して、その問題を解決するための、まあ言ってみたら解決策を、パイロットですね。なんかもう、とりあえず解決策の、モデル、試行品みたいなものを作って、それをトライして、まあ、で、何回も何回も試行錯誤していくうちに、ブラッシュアップをしていくっていう、そういう問題解決の方法なんですけども、そういうのを実際に自分たちでもいろいろ体験したり、まあなかなか日本の医学部の教育ではできないような教育をしているっていう感じですね。で、さっき言ったような、あと、そういう医学部の中の教育のトレーニングと、今うちは大学院でですね、先ほども少し言いましたけども、医療通訳者の養成っていうのをやっていて、英語と中国語の、通訳者の人たちですね、本当にプロとして病院で、雇用してもらえるようなそういう通訳者の人たちをトレーニングする社会人の大学院のコースですね、それをやっている。これはもう、週末と平日の夜なので、週末と平日の夜は大体こっちに来られてくる。あ、なるほど。で、去年ですね、初めてこのコミュニティ通訳、医療通訳ですとか司法通訳ですとか学校とか行政の通訳の分野での国際会議がクリティカルリンクインターナショナルというのがありまして、これはもともとカナダで発祥したそういう団体なんですけれども、それが3年に1回国際会議を開いていて、今まではずっと、まあ、カナダですとかオーストラリアですとかイギリスですとかそういう英語圏でしか開かれてなかったんですけども、昨年初めて東京で、大学の赤坂キャンパスで開催をさせて、で、大会長をさせていただいて。ああ、なるほど。でも本当に参加された人たちも、ここにも盆踊りしていただいた写真を撮っていただいて、夜は盆踊りを踊っていただいたり、太鼓叩いてっていう、まあコロナの前だったのでね。ああ、なるほど。なんか楽しいことだと思いました。で、まあ、以上がね、私の簡単な背景なんですけれども、で、多分ね、これを聞いてらっしゃる若い人、ね、さっきからちょろちょろ言ってる、なんか医学を英語で学んでる？英語で医学を学ぶって、そんなの日本では別に必要ないじゃんっていうふうに思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、実はこれ、ね、もう松先生は非常にご存知だと思うんですけども、母国語だけで医学を学んでいる国って実は少数派ですよ。そうですね。だから例えばブラジルですとかアジアの中でもね、全然例えばお隣の台湾っていう国ありますけれども、そういうところでも学生さんたちが使ってる教科書は英語です、例えば糖尿病とかっていう一般的な言葉にもなっているものは中国語でもあるんですけれども、例えば非常に専門的な医学用語っていうのは中国語だとかそういうものに翻訳できないですよね。だから、基本的に医学っていうね、学問として医学を勉強するっていうふうになったときに、ほとんどの国の、学生さんたちっていうのは、英語で基本的に学んでいる。
で、もちろんね、日本というのはその母国語でサイエンス、科学を学べるっていうのは非常に恵まれている国とは言えるんですけれども、うん、それは逆に言えば、独自に進化してしまうという。そうですね。起きますよね。ですから、逆に日本みたいに母国語だけで、母国語で医学を学ぶのは悪いってわけじゃないんですけど、もちろん。ただ、母国語だけで医学を勉強してるっていう国は極めて少数派なんだっていうことを、まずは若い人に理解していただきたいと、うん。そうですね。本当にアメリカのテキスト僕ね、ハリソンにしろ、セスミにしろ、みんな、日本語の、すぐ訳されちゃってね、あれ、訳すのやめてほしいなって言ったら、いや、学生さん、これ訳さないと、原本を読むようなことないから、訳した方がまだいいよなんていうね、その訳してる人たちに話を聞いたことありますけども、まあ、ある意味では本当にね、恵まれてるんですけども、まあ、国際標準からするとちょっと多少ずれていっちゃうこともあるんでしょうね。もうだから逆に本当にじゃあ初めて国際会議とか国際会学会ですとかそういったところに行ったときに驚くんですよね。あれこの人ブラジル人なのにこの人スウェーデン人なのにこの人スペイン人なのになんでみんな普通に英語でコミュニケーションを取ってるの、うん、で私はエイミーっていう、まあ、ヨーロッパの医学教育学会にも所属してるんですけれどもそういうところで、じゃあ、日本は、例えば医学教育の場面で、医学英語教育ってのもやりましょう。医学英語の教育って大事ですよねっていう話になるんですけれども、他の国で医学教育、まあ、お医者さんの教育の中で、医学英語教育が大事だよねって言ったらみんな、え医学英語教育って、いや、みんな普通にできるのは当たり前なんだけど、なんでそんな人いるのっていう、それが感覚なんですね、当たり前。ここは本当にずれてるなっていう。で、まあ、2017年にですね、82番目の、まあ、医学部として、まあ、うちの大学ですね、国際医療福祉大学の医学部っていうのが誕生しました。まあ、これは本当に最初の2年間、基礎医学、英語で学びますっていう、そういう大学です。まあ、本当に、多分、1、2年生の間は、82の医学部の中で、どこよりも厳しいと。そうでしょうね、多分ね、英語でやんなきゃいけませんからね。しかも日本人の学生さんとアジアから来た英語がほとんど中心の学生さん混ぜてやってるわけでしょ。ですね、だからうち140人一学年いるんですけれども、そのうち20人は、まあ、アジアの国から来られてる留学生さんですね、うん、だからベトナムですとか、モンゴルですとか、ミャンマーですとか、インドネシアですとか、カンボジアですとか、でもそういうところから来てる本当に、まあ、選び抜かれたリートの学生さんなので、勉強もできる、英語もできる、態度もいい、モチベーションもいい、性格もいいって、そういう子たちなので、本当に、日本の、まあ、学生さんの多くは結構、あの人たちには勝てないみたいな。そうですか。まあ、そんな中でね、一緒に学んでってくれるというのは非常にいい環境ですよね。で、まあ私がやってるね、医学英語って何ですかっていう話なんですけど、医学英語って聞くとどうしても皆さん多くの人たちはなんか専門用語、設備字、接頭字、設備字合わせてなんか難しい言葉ができる。それを学ぶことっていうふうに思ってるんですけれども、まあ単純に言えば、お医者さんとしての、まあ医療者としてのコミュニケーションを英語でできることだっていうふうに私たちは捉えています。で、まあ、もしお医者さんだったら当然患者さんとのコミュニケーションもありますし、他のお医者さんとのコミュニケーションまあ、患者さんだったら、例えばね、病歴を取る。まあ、言ってみたら、昔、問診と呼ばれたやつですよね。あとは、まあ、血圧を測ったり、胸の音を聞いたり、お腹を触ったりっていう身体診察と呼ばれる。あとはね、患者教育ですね。例えば、患者さんに病気を説明する、治療を説明するっていう時には、当然、こういったコミュニケーションでは、難しい言葉、専門用語、医学用語を使わないで、患者さんでもわかるような一般用語を使いますよね。うんでも他のお医者さんとのコミュニケーションというとき、例えば、症例報告っていうのは、患者さんを見た、その情報を他のドクター、他の医療者の人たちと情報の並列化を図るってことですね。みんなが同じことを理解するために、こういう患者さんですよっていう情報を提供する、まあ、プレゼンテーション。あとは論文を読んだり書いたり、学会に行って口頭発表したり、質疑応答を受けたり、ここではもう専門家同士ですから、一般用語ではなくて医学用語を使うっていうそういうコミュニケーション、うん、でこういった、病歴を取ったり症例報告したりっていうのを実際にできるようになるっていうのが医学英語の学習目標っていうことでうちの大学の学生さんたちは1年生から本当にこれを英語で
医学を英語で学ぶのとはまた別に、医療面接、病歴を取ったり、身体診察したり、症例報告したり、論文読んだり、書いたりっていうことも、英語の、医学英語の授業でやってる、そういう大学になりますね。で、まあ、これね、多分見てらっしゃる、若い、方たちの多くは、おそらくね、日本語で聞いてると思うので、日本人の方だと思うんですけれども、いやー、でも、ね、英語ってなかなかそんなに身につかないなって思ってらっしゃる方多くいると思います。で、実際そうなんです。で、本屋さんに行ってね、なくならない、なくならないっていうかね、必ず一定の需要があるものが、例えばダイエットの本ってありますよね。ね、ダイエットもね、巻くだけダイエットとか、骨盤ダイエットとか、さあやればとかっていうふうにありますけども、まあ、簡単に痩せないですよね。痩せるのは本当に、まあ、核心は簡単なんですよね。風な動けっていう。でも、それが分かっていても、なかなかできないから大変なんだよ。英語もそうなんですよね。英語の核心って何ですか？読んで書いて聞いて話せ以上だ。なるほど。で、でも、例えばね、セファールって呼ばれてる、そのヨーロッパで、まあ、使われている言語のレベルですね。まあ、言ってみたら6段階あるんですけども、下から A1、A2、B1、B2、C1、C2、A が初級、B が中級、C が上級なんですけども、そのレベルですね、本当の初級の A1 から A2、B1 から B2、1個上がるためには、専門のトレーニングを受けた、まあ、言ってみたら語学の教員ですね、イタリア語を勉強するんだったらイタリア語の先生、英語を勉強するんだったら英語の先生、フランス語を勉強するんだったらフランス語の先生と一緒に2000時間必要なんですよ。だから で、皆さんね、よく小学校、ごめんなさい、中学校、高校と6年間も英語を勉強していて、全然もう喋れない。喋れないんですよ。だって全然時間足りないんだから。なるほど。だから2000時間って相当な時間です。そうですね。すごく英語を勉強するっていうか、英語ができるようになる、外国語できるようになる。まず持って、ものすごく大変なんだっていうことを、まず、いただきたいなと思うんですね。だから、だらだらと、ずっと自分なりに続けられる風にしないと、外国語って絶対身につかない。で、じゃあ、日本にいてね、自分は帰国子女でもないし、ね、海外にいないし、じゃあ、日本にいて、そんなに日本語なんて、英語なんて身につくの？っていうふうに思うかもしれないんですけども、全然つきます。むしろ、私はプロの通訳の人たちも教えてますけれども、特に通訳の勉強をしている若い学生さんは、昔からこういうふうに言われてます。その通訳の先生たちから。あなたたち留学するときに英語を勉強するんじゃないのよって。英語は国内で身につけてるのよって。留学したら、留学したときには、生きた英語の表現をただ仕入れに行くだけなのよっていうふうにずっと通訳の世界で言われてるんですよね。で、日本で英語って全然身につきます。で、そのための3つの、今日はね、ヒントとして、エイドってやつですね。A ってのはアダプタビリティ、オーセンティックマテリアとも言いますけど、要は英語圏の教材を使うってやつですね。ですからさっき松先生もおっしゃってくださったように、なんかこう翻訳されたものだとか、日本で作られた教材とかっていうよりは、例えば本当の英語圏で作られた教材を使うっていうのが一番いいんです。で、これは大変ですけども、でもそうしないといつまでも本当の表現っていうのが身につかない。で、だから例えば私が学生時代にやっていたのは、やっぱり映画ですね。まだ当時は VHS の時代だったので、英語の字幕が出ないんですね。で、日本語の字幕がついてるので、日本語の字幕をガムテープで貼ってして、で、ノートを取って、わかんないですからね。まず何て言ってるかよくわかんないっていう。でも、まず何て言ってるのかなって考えるところですごく勉強になるんですよね。で、それで何て言ってるのかなって意味を調べていくところでまた勉強になるんですよね。で、あ、こういう意味で、こういう内容で、こういう表現で、こういう意味だったんだって言って、それをやっぱり使っていく。英語圏の教材使っていかないと、自然な表現って絶対に身につかないですよね。私、今一緒に働いてるイギリス人の外科医のババヨシ先生っていう先生、うちの大学にいらっしゃるんですけれども、
若林先生は日本に一度も全然住んだこともないのに、イギリスでずっと日本語の勉強されてたんですね。で、それで日本に来て一緒に、他の人と日本語の会話をしていたときに、いや、これはなんとかのちっちゃいバージョンだよっていうふうにおっしゃってて、ちっちゃいバージョンって言えるのってすごいレベル高いなと。で、しかもバージョンのちゃんとひらがな、カタカナのバージョンって。だなるから、彼はじゃあどうやって勉強していくって、やっぱり日本のドラマを見て、日本のドラマの自然な表現をそのまま身につけていった。やっぱり自然な表現を身につけないと自然な会話ってできないんです。で、二つ目はインテグレーション。まあ、統合するっていうことなんですけど、要は自分の興味と英語と統合させるっていうことですね。もう、学生さんであれば、うちの学生さんとかであれば、例えば免疫を勉強してるんだったら、免疫を英語で勉強するってのが一番いいタイミングですし、内科勉強してる学生さんだったら、内科を英語で勉強するってのが一番いいですし、もっと言えばね、例えば若い方でサッカーが好きな人、まあ、サッカーっていうのってアメリカとオーストラリアぐらい、ね、他の国ではフットボールって言いますけども、ね、例えばプレミアリーグを英語で、英語で見るとか、僕が好きだったら本当にメジャーリーグをね、英語で見るとか。まあ、マーベルとかね、スター・ウォーズが好きな人はやっぱりそういったものを英語で見る。もう本当にそれが一番いいです。で、だから例えば本当にね、サッカーやってて、あ、股抜きって何て言うんだろうとかね、縦パスって何て言うんだろうとか、ね、野球だったらそれこそね、弾丸ライナーって英語で何て言うんだろう。こういうのって普通に英語で見ていたら、わかるんですよね。でも、見ていないと、あ、これって何て言うんだろうって考えちゃうんですよ。でも、英語で見ていたら、全くそういうことは困る。そうしないと、ヘディングって英語じゃないですよね。だから、やだって言いますけど、そういうのもわからなくなっちゃう。で、もう、三つ目はこれですね。ダイバーシティ。これが絶対な正解の学習方法があると思って、その正解の学習方法を探すっていう旅をやめていただきたい。そんなものはない。で、人がそれぞれいたら、勉強の方法ってたくさんあります。で、人によってもタイミングによって、ね、今はこのやり方はいいけども、少し中級になったり上級になっていったりすると、そのやり方はもう合わないとか。だから本当に多様な目的が多様な方法があります。だから、最強のなんとか英語勉強方法みたいなものを探す旅はやめていただいて、とにかくいろんなことを試してもらう、目標に、到達目標に沿った方法、そういったもので学んでもらうっていうのが、英語を身につけるためには一番いいのかなっていう思いますね。先生もどうですか、なんかこう、ハワイで、アメリカに行かれて英語で、こう。そうですね。やっぱり私も、まあ、日本、アメリカに来る前にちっちゃな頃からね、アメリカに 興味があったもんだから、本当映画館にね、あの頃はそんなに、なかなか英語にね、触れることがなかったもんだから、昔先生の時代どうか知らないけど、映画館一度入ると、一日いてもよかったんですよね。ですから僕お弁当持って行って、それで、同じ、サンドビューズに行くなんて10回ぐらい見ましたけども、そんなことやって耳を鳴らしたりね、まだやっぱり自分の好きなこと、まあ、私もやっぱり映画とかね、そういうもの好きだったんで、まあ、そんなところで学んだっていうのがありますかね。ね、だから私の時代もまだいわゆる今のシネコンみたいな感じで、毎回出されるっていうことがなく あ、て、そうですね。あとその同時上映っていうのもやってましたから、そういうのでやっぱりすごく映画によってね、英語を見つけたって。で、最初のね、今日のメッセージっていうところだったんです。これですね。Take it until you make it。これ、まあ、日本語にするとこういうことですよね。fake it。ふりをしてくださいってですね。until you make it。できるようになるまでって。要は、できるようになるまでできるふりをしろ。どういうことかっていうと、英語が、なんか皆さんがね、よく英語を勉強しようっていうふうになってたら、本当に英語を勉強しようと思うんですよ。で、英語を勉強しようと思って、英語を勉強するんですよね。で、一番いいのはね、英語ができるようになったらやりたいと思うことをもうやっちゃうっていうことです。え、そんなこと本当にできんのって、よくね、私はやっぱり教えるっていうことはすごくいいことだと思います。
まあ、医学の場面では see one, do one, teach one って言って、見て覚えて、やって覚えて、教えて覚えてっていう。で、例えば、いや、でも自分は英会話なんかできないし、自分よりもできない人に自分が分かる英会話のことを教えるだけでも全然違ってきますよね。で、ある程度ね、やっぱりいろんなことが勉強できてくるようになると、もうね、英語ができるできないとかっていうこと関係なく手を挙げてやりますって言ってやっちゃう。うん、で、やりますって言って、まあ、言ってみたら退路を切った人が一番伸びます。あ、なるほど、なるほど。ね、だから、例えばプレゼンテーションやりますって言って人の前でやる。ね、例えば本当に、アクセスピーチコンテストとかってそういうふうなもので、応募しますとかって言ったら、やらざるを得ない状況になりますよ。で、今は全然英語がそんなに話せないかもしれないけれども、いや、私英語話せますよっていうそのふりをずっと続けていたら、できるようになる。もっと言えば、できるようになるまで私できますっていうふりを続けている。で、この、なんていうんですかね、心持ちっていうものがやっぱり語学を勉強する上ですごく大事だと思うんです。だから間違えるのが怖いっていうのは本当に語学を勉強するので非常に壁になります。そうですね。私ずっとサッカーをやっていて、で、海外の人たちとずっとよくサッカーをやる機会が多かったんですね。で、日本人はよくストライカーが、まあ、点取り屋が育たないっていうふうに言われるんですけども、うん、それって日本人ってやっぱりね、こう、ボールを回していて、シュートを外してしまうと、ごめんごめんとかっていうふうな、そういうマインドがあるんですよ、ね。うん、でも、いわゆるストライカーが多い国って呼ばれる国の人たちと一緒にサッカーやってるとですね、下手なんですよ。その人は下手で、決してうまいわけでもないんだけども、その人にボールが回ったら、バーンとシュートを打って、外す。そして、おいってこっち思うんですけども、全然悪びれもせずに、そして何度もシュート外していても、で、まあ、ゴールが決まったりすると、おーっていうふうに、すげーみたいな感じになって、そうですね、こういうマインドじゃないと、ストライカーって育たないっていうのを、本当に目の当たりにしましたね。だから私も経験があるのは、40年前にアメリカ行ってリサーチしたときに、まあ、日本人は私たち一人だったんですけども、ブラジルからね、何人か来てたんですよ。で、まあ、彼らはその、何言ってるのか全くわかんないようなね、本当単語の羅列で、もうそれこそフェイクイットじゃないですけども、英語喋れるふりをして、まくしたてんですよね。で、結構通じて、そのうち本当にね、英語、最初は本当に僕よりも全然できないような、能力だったと思うんだけども、1年もするとね、全然もう英語上達するんですよね。そうなんですよ。だから、学習をするっていう立場、目標で行くんだったら、やっぱりそういうマインドになること、うん、すごく大事になるんじゃないかなっていうふうには思います。そうですね。うん、で、やっぱり、勉強するっていうのは本当にやっぱり、どうしてもね、なんていうんですかね、こう、たくさんのことを、特に医学っていうのは、まあ、身につけて、暗記も必要になって、記憶も必要になって、まあ、どうしても目の前の試験のことですとか、そういったものに、うん、引っ張られて、まあ、つまらないっていうふうに思ってしまうことが多いんですけど、やっぱり勉強することってやっぱりすごく本来やっぱり楽しいことですよね。で、アクティブラーニング、うちの大学はその能動的な学習っていうのは非常に、まあ、重視してるんですけども、まあやっぱりこれをね見てくださって、これから、まあ、将来お医者さんになりたいなと思ってる人はやっぱりこの ABC ってやつですね、be active。 まあ、能動的になりなさいっていうのはどういうことかって、やっぱり自分からね、自分で自分の考えてるものを見つけていくっていうことですね。で、アクティブの場合には、私は、これ特にさっきの、サッカーの例え話でも関係するんですけども、やっぱりね、捨てるっていうことすごく大事かなと思います。どういうことかっていうと、これも勉強しなきゃいけない、これも勉強しなきゃいけない、これも勉強しないといけないっていうふうになっていったときに、本当に自分が能動的になっているんだったら、これはいらないって自分の頭で考えるっていうことも大事だと思うんですね。で、いらないと思って行動する以上、その責任は取る。例えば、いらないなっていうふうに思っていて、例えばそれで赤点がついたとか、そういうふうになってた時に、その責任も自分でしっかり取るのであれば、捨てるっていう覚悟も私は大事だと思います。
で、この捨てるっていう発想を持たないで、能動的になりなさいっていうのは、なかなか難しいことだなっていうふうに思っていて、だから、学生さんを見ていても、あ、この人は自分の頭で考えてるな、自分で能動的にやってるなっていう人は、やっぱり、なんていうんですか、言われたことを全部やる、いい子でいるっていうわけではなくて、ある程度わがままでいながら、でも、その責任は自分の、行為として責任を取るっていう。そういう人がやっぱりね、最終的には自分の頭で考えていけるようになっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。やっぱり、特にお医者さんになるときには、なんていうんですかね、表層的に、例えばそういうふうな思考をしていかないと、先生がこう言っていたし、これが正解だからって言って考えるのやめちゃうんですよね。でも、例えば患者さんを見ていて、検査がやっぱり、でも、なかなか診断ができないな、なんでだろうなっていうふうになっていったときに、先輩はこう言っていた、上級医の先生はこう言っていた、でもなんかおかしいなって言って、自分の中で仮説を立てて、それを検証するっていう、そういう体力ですね、脳の体力みたいなものがやっぱり身につかなくなるんじゃないかな。だからやっぱり、そういったところを持ってもらいたいな。で、be brave。だから、人前で質問をする、人前で間違えるっていうことは全気にしないっていう。それが、なんていうんですかね、本質的に自分のやりたいことを見つけていくっていうことにすごく、必要になるんじゃないかな。で、やっぱりそうは言っても恥ずかしいなと思ってる人は、逆にこう考えてもらってもいいと思うんですよね。今自分とほとんど能力において差がない人がいて、その人と、例えば5年後、10年後に会った時に、その自分と同じような能力しか持ってないなと思っていた人が、5年後、10年後に会った時に、自分がやりたいなと思っていたことを全部やってる、そういう人になって、5年後、10年後に会うっていうふうになってた時に、多分、その人はすごく後悔すると思うんですよね。ああ、あの人は全部自分がやりたいなと思っていたことを実現してる。なんでだろう。何のことない。他の人のことを、人の目なんか気にしないでやりたいことを、fake it till you make it でやってたからっていうことが、実際はほとんどですよね。能力なんて関係ないですよね。やっぱり、マチ先生を慕って、やっぱりアメリカに行って、いろんなことをやってみたいと思ってる、お医者さんですとか、医学生さんっていうのは、もともと持ってる能力がとかではなくて、やっぱり皆さん共通してるのは、やりたいなと思ったことの、その直感に従って、やっぱり、行動してった人たちだと思うんですよね。で、最後のキュリアスっていうのは、これやっぱり好きなことをやるっていうことですね。よく、教養が大事って言われます。私も本当にそれは思います。医者であっても人間、教養ってのは非常に大事だと思います。ただ、一般教養とか教養っていうものが、いわゆる教養科目ですよね。大学に入って最初の1年間とかでやるような、あれとは限らないっていうふうに私は思って、自分の好きなことの中に、そして、その最先端の分野を走ってる人の中に、やっぱり教養のヒントっていうのがあると思っていて、自分なりに教養を身につけていく、一番いい方法としては、やっぱりかっこいいと自分が思う人を見つけて、その人を追っていくっていうことですよね。それは例えば、身近の人かもしれないですし、本で出会う人かもしれないですし、映画だとか、有名な人かもしれないですし、いずれにしても、あ、学生時代のうちに、あ、この人すげえかっこいいっていう人に、この人すげえっていう人に出会ったら、あとは結構簡単ですよ、むしろ。その人って若い頃にどんな本を読んでいたんだろう。その人ってどんな音楽を聴いてるんだろう。どんな映画を見ていたんだろうっていうもので、どん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 、追っかけていくうちに自分の世界が広がっていくっていうふうになると思うんですよね。で、そこで、自分の美的感覚とかも磨いていく。他の人が何というふうに思うが、自分はこれはかっこいいと思う。自分はこれは美しいと思う。自分はこれは素敵だと思うっていう、そういう感性って、正解を求めてるだけだとやっぱり身につかないと思うので、やっぱりかっこいいなと思う人に自分のその直感を信じて、ついていくっていう、そういう経験も若いうちはぜひしてもらえたらなというふそうですね。うに思います。で、あと最後ですね、やっぱり、
町先生もね、ハワイの中でやっぱり、活躍されていて、やっぱり私はね、やっぱり留学とか、そういうことって絶対に若い人、どのタイミングでもいいと思いますけども、うん、いただけたらいいなと。それはどうしてかって言ったら、快適なゾーンから、快適な空間、快適な場所から出ることによって初めてって人間って成長できると思うんですよ。うん、留学って何をするために行くかって言ったら、もちろん世界を広げるため、言葉、語学を身につけるためっていうのもあるかもしれないですけど、簡単に言えば一番弱い人の立場を経験するっていうのが私は留学の最大の価値だと思ってるんです。ああ、なるほど。いい考えですね。例えばホームステイとかしたときに、このバスタオルって毎回洗うの？それとも一回一回乾かして使うの？わかんないとか。このドアって開けっぱなしでいいの？それとも閉めるの？とか。この食器ってどこに閉まったらいいの？っていちいちわかんないですよね。うん、で、わかんないからどうするかって言ったら助けてもらう必要があるんですよね。で、日本にいて皆さんが日本のこの自分の国、自分の地域に行ったら、何でも自分で快適にできちゃう。でもそれってやっぱり成長しないんですよ。やっぱりバスに乗るにしても前から乗ったらいいかわかんない。後ろから乗ったらいいかわかんない。先にお金払ったらいいか、後から払っていいかわかんない。わかんないからどうするの？助けてもらうんですよ。で、その助けてもらう、そういうような経験をすることによって必ず世界が広がって、ものの見方が変わって成長する。そういう経験をするために留学に行くべきだっていうふうに私は思ってるので、自分が今快適な状況にいるのであれば、その人はどんなに努力をしたとしても成長曲線って低くなると思うんですよ、ね、その中で止まっちゃいますもんね。だからやっぱりある程度自分ができることが増えてきたなと思ったら環境を変えてみる、より少しチャレンジのことをやってみるっていうことは、人間がね、成長していくためにはすごく必要になるんじゃないかなって。そうですよね。快適なところに入っちゃうと、このまま一生これでいいかっていうような感覚になりがちなんだけど、そこでもう一つ新たなところに挑戦すると、また新しい世界が開けて、特に海外行くのは戦争しちゃったように、本当に日本の中だけじゃなくて、本当に多様性というかね、いろんなこんな人がいるんだなっていう、それを知るだけでもね、大きな成長につながるんじゃないかなと僕も思ってますね。はい。もちろん、快適に暮らすことが悪いっていうわけじゃない。ただ快適に暮らしていっていることによって、今度、ね、そうじゃない立場の人、例えば皆さんがいる快適なゾーンに、そうじゃない人が入ってきたときに、皆さんがその人たちを排斥するっていう立場を取ってしまうっていうことですよね。だから、大体世の中の悪いことっていうのは、悪い人がやってるっていうふうに、若い人は特にそう思うと思うんですけども、実はそうじゃなくて、世の中の悪いことって大体保身のために起こるんですよ、ね。自分はこうありたい。自分のこの快適なところを取られたくないと思って、どうするかって言ったら、より自分よりも弱い人を叩くっていう風な感じになっていく。そうなると、その社会ってやっぱり暮らしにくくなる。だからやっぱり、政治ってのはね、要は、多数派の人が少数派の人にどうやって気を使うかっていうのが、政治の本質だと私は思って。本当はね。ね、皆さんが例えば多数か自分が快適だと思ってるんだったら、皆さんはそれは多数派にいるっていうことなんです、ね。で、快適にいるっていうことは、でも、その皆さんがいるその快適なところにいない人もいるんです、うん。で、それが見えなくなるっていうのがやっぱり怖いことなので、じゃあ、自分が本当に少数派になったとき、弱い立場になったとき、どう感じるかっていうことは、これね、快適な場所にいたら感じられないですよ。人間それほど賢くない。やっぱり、いろんなものを奪われて、いろんなものが不自由な環境の中で、やっぱり人間、ああ、なるほどな、こういうふうになってったら、やっぱり辛いよなっていうことを感じることができるんだと思うんですよね。で、それをやっぱり経験するのは若いうちがいいと思います。だからよくね、昔の人はいいこと言ったもんで、若いうちの苦労は勝手でもしろってのはそういうことだ。今、例えばね、裕福な家庭に生まれて、不自由のない生活を送ってらっしゃる人が、これを見てる人の中にいたとしてもね、逆に制限がある中で、若いうちを過ごした方が成長できると思います。例えば、親の仕送りが毎月これだけ、これだけの中で生活しないといけない。っていう中で学生時代を過ごしてった人と、
親からね、困ったらお金がもらえるっていう、そういう環境で学生時代を過ごしてきた人では、身につく能力って全然違うと思う。うん、だからやっぱり、若いうちはね、できるだけその快適なゾーンから出て、いろんな人の立場を見えるような、そういうような経験を積んでいっていただけたらな、というふうに思っています。そうね。はい。というのがね、まあ、今回私から、まあ、未来のお医者さんへの、送る言葉っていう形で、ね、考えてこの、先生よく使われるこのクラッシーっていうのはちょっと一言クラッシーって、まあ、いろんなことあるんです。クラッシーって、まあ、簡単に言えば質が高いとかかっこいいな、うん、そうですね、かっこいい、そうの意味なんですね。もともとはこれ You stay classy San Diego っていうテレビキャスターの人が言っていた言葉なんです。あ、私やっぱり、ありがとうございます。これ私ね、自分の学生たちにも毎回これ使ってるんですけども、あえて説明したことはほとんどない。多分、ね、うちの学生たちが卒業するときに最後に説明しようかなとも思っていたんですけど、あ、なるほど。これやっぱり何て言うんですかね、誇りを持つっていうことってすごく大事なので、自分はこういう人間なんだからこういうことはしないぞっていう見え、そういったものって人間を人間として前に進める上ではすごく大事だったんじゃないかな。だから自分はね、やっぱり自分と一緒に学んだ人たちにはそういう何て言うんですかね、この一線は越えないで頑張るぞっていう、そういう気概を持って生きててもらえたらいいなっていうふうに思って。なるほど。これは。いい言葉ですね。先生は多分これをずっと貫き通してきたんじゃないかなっていう印象がありますけど。タカどうもありがとうございました。タカの本当に背景をちょっと知らないでね、本当は昔は、医療通訳 の本当にスペシャリストの仕事をされたのが、まあ、学生さんを中心とした医学教育に、まあ、ある意味では少しずつ変わってきたっていうところで、多分タカはそれが好きなんでしょうね、きっとね。で、もうこの十数年、20年近くそのことをやってきたと思うんですけども、いくつかね、今日英語を学ぶ上で、本当に先生がコツをね、喋っていただいて、多分若い人たち、まあ、本当に英語って今日明日一日でできることじゃないので、ティーンネージャーの人たちはもう本当今日からね、中高生の時から学んでほしいんですけど、さっきいただいた英語上達 のエイドですね、 AID のこととか、それからもう一回ね、このビデオをね YouTube 上げますから見てもらって、またそれをね学んでほしいと思いますけども、あとやっぱりアクティブでブレイブであって、あとキューリオシティというかね、好奇心をキューリオスっていうね、まあ、非常に、まあ、人が生きていく上で、特に若い人たちがね、これから、未来に向かって生きていく上で非常に重要な、ね、言葉じゃないかなと。特に、まあ、日本人はね、アクティブとかブレイブっていうところがね、ちょっと弱いんじゃないかと思うので、まあ、世界に出るとね、まあ、そういう人たちだらけなので、まあ、そんな中でこれから国際人としてね、仕事していく上でも、重要なことじゃないかなって、こういう印象を受けました。ただ、やっぱり自分のね、好きなことを、まあ、これは他の発表者の人たちもみんな言ったんですけども、周りの人はことあんまり、まあ、気にしないって言うと変ですけどもね、ちゃんと対人関係が重要なんですけども、自分の個性をしっかり、保ちつつ、自分の好きなことを追求していくっていうことが、やっぱり後で後悔もしないし、特に英語を、ね、学んでいく上でも、まあ、重要じゃないかなと、まあ、思いました。最後にまた先生の方から何か一言あります？あとね、もう一つ加えるとしたら、やっぱりユーモアっていうことかなと思いますね。人間が持ってるのは本当に大きな武器は、私はユーモアだと思って、人間が本当に困った時、危機に陥った時に、ユーモアってやっぱりその自分を引いた視点で見て、自分の立場をこう笑えるっていう、そういうところですよね。だから私もね、やっぱりよくいろんな場面でね、やっぱりピンチを迎えるときに、やっぱり自分で実況中継しながら、さあピンチになってきました、どういうふうにこの危機を乗り越えていくんでしょうかみたいな感じで、うん、少し一歩引いた目で自分自身を見てあげるっていうことは、うん、
やっぱりいろんなやっぱり辛い場面とか苦しい場面でやっぱり助けてくれるもの、だからみんなが本当に深刻になって、みんなで困ってるっていうふうになってった時に、ふっとね、人間の気持ちを楽にしてくれるのがやっぱりユーモアかな。だそうかでらやっすぱり、ね。私もやっぱ自分の授業の中でやっぱり、もちろんみんな一生懸命勉強してもらいたいんですけども、その中でやっぱり笑いが漏れるようなね、そういうような空間を作っていきたいなっていうのは心がけてます。そうですね、ユーモアって本当私もね、患者さんの、ね、昔のアンケートの中にね、どういう医師を望みますかっていうと、自分の話をよく聞いてくれるとか、説明をしっかりしてくれるとか、まあ、一人の人間としてちゃんと扱ってる、その中にね、ユーモアを持ってる先生っていうのは結構あって、ああ、そうなんだって、やっぱりかなりシリアスな、ね、病気になる人がまあいるわけなんだけども、その中でこっちもね、シリアスになってじゃなくて、まあ、勇気づけるっていう意味も含めてね、まあ、ユーモアを持って、接してくれる先生っていうのは非常に好感度があるんだなっていうのことを感じたことがあって、まあ日頃からちょっとその辺のところね、まあちょっとバランスがちょっと必要ですけどね。本当に難しいので、だからやっぱり、何、じゃあ冗談を言えばいいのとか、そういうものではないんですよ。そうで言すよね。って視点をずらすっていうのが、私はユーモアの本質かなっていうふうに思ってるそうのですで、ね。こういうふうになってる、こういうふうに、こういうふうになってるって時に、あっていうふうになるのがユーモア。それはやっぱり、なんていうの、笑わせるっていうよりも、肩の力を抜けさせてあげるっていうのが、すごくユーモアの持ってる力かなっていうふうに思うので、で、そうでそすれね。は、これをね、見てみださる人たち、ああ、じゃあ何を、これをこういうふうにやればユーモアのセンスが身につくのっていう簡単なものではない。だから、いろんなものを見て、いいものを見て目を養う。素晴らしいものを見て感覚を養うっていう、そういう経験は、例えば美術館に行くことだったり、博物館に行くことだったり、映画を見ることだったり、小説を読むことだったり、やっぱり映画を見たり小説を読むっていうのは、いろんな人の人生を追体験できることなので、そういうことをね、ぜひぜひたくさんやってってもらいたいなっていうふうに。そうですね。まあいろんなことを学んでいく上で、さっきも先生がね、バロン先生ですか、ね、いろいろ教わってということで、メンターに、いいメンターに巡り合ったら非常に重要なことで、まあ、その巡り合いもね、必ずしも偶然じゃなくて、自分が努力してると必然というかね、巡り合うことがあって、まあ、今、僕は本当に、国際医療福祉大学の学生さんは、先生みたいな7メンターがいて、非常に幸せじゃないかなと、クラスリーな先生がいらっしゃって、まあ、まだ新しい大学ですけどね、まあ、卒業生が来年、再来年に出るんですよね。そうですね。今4年生なの今4で、年生か。3年後です。3年ですね、大変だと思いますけども、ぜひまあ日本の中で本当にユニークな大学ですし、まあ、そこの大学以外のところでもね、先生、あちこちで活躍してくれているので、まあ、ぜひ今後も英語教育も含めてご指導いただきたいなと思います。本当にこれから英語を学んでいく人はね、ぜひFake it until you make it で 頑張ってほしいなと思います。先生、ハワイはいらしたことあんまりないでしょ？私、ないんですないですよよ。ね。ちょっとまずいですよ。ぜひ行かせよ。もう本当に COVID が明けたら、ね、ぜひ行かせていただきたい。ぜひとも遊びに来てください。また歓迎しますので。じゃあうん。先生、また私も大学で一度行かせていただきましたけど、チャンスがあればまた行きたいと思いますけども、先生のご活躍をまたお祈りして、若い人たちのために頑張ってほしいと思います。ではまた今後もよろしく。これハワイの釈迦サインというのがありますけどね、ご存知と思いますけど、これで、はい、どうも本当にありがとうございました。でした。